シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よっこの会話、バイオショーでキノコやっていくってやさせ。エヴァンゲリオンコラボってことはよ、エヴァンゲリオンコラボ仕様になってやるぜ。そんじゃ、行くぜ。渚沙織でやらせてもらうぜ。で、今回この第4使徒が、なんと、マジでやべ、おっ、運極ボーナス、まあ、どうせバトル2貯めるから、まあ、その貯める工程がなくなっただけか。で、今回こいつが、ゲージでアンチブロック、そしてロボットキラー。おいおい、完璧なる9の特性、アレソ9。これやばいだろ、これ。ギミック対応プラスボスに対して 1.5 倍出るって、これはやばい。そして SS がターン24で、この SS めちゃ強いのよ。強いんだけど、問題点も結構あるから、今回そのボス戦行く前に今説明するんだけど、ほんとそれちょっと SS がよ、強いんだけど問題点ありすぎて。で、これ今2日間やってんだけど、全然勝てねえから、紋章つけたのね。まあ、紋章いつもつけたくないんだけど、一応つけてやってんのよ、これ。で、それで今3、4時間やって気づいたのが、おい、これ、この1番目のやつ、おい、対光ついてない、全く意味がね、かわいそう、寂しい、このパワー全然削ってない、他と比べて、おかしいと思ったのよ。もともとこいつ2番目に行って、次のこの下の聖騎士を、縦勘で倒せる。倒せなかったのよ、ずっと、紋章なしで。紋章つけていけるはずなのに倒せなかったから、まあ、おかしいなと思ってたのよ。本来こういけるはずの、まあ、こいつ、ね、こういう風に。だから、極みがついてる本若のやつを2番目に変えてやってんだけど、まあ、さらに4番目のフレンドの、俺のサブのやつをフレンドしてんだけど、こいつもジョーなのよ、ジョー。もう単純に運極そんないないから、ジョーなのよ。だからまあ、この極みに、俺の本若の、まあ、2番目のやつにかかってんだけど、次これ、聖騎士倒せるか。ブーツもあるし、いけてたろ。行ってこい！よし、オッケー！おっと、ゲージ外した方がよかった、これは。おー、オッケーオッケー。で、今回よ、この、ま、AT フィールドが、ま、結構強いんだけど、デメリットもあると、木のバフを受けることができないから、防御アップすることができない。ま、逆を言うと、ここで防御ダウンもすることないんだけど、ま、複数レーダーを触れてしまうと、一発目で破壊されて、その以降の、ま、レーダーが全部食らってしまうから、木のバフ受けたのに、急に即してやられるということがあるから、まあ、そこは気をつけようで。逆を言うと、ボスニア、ボス前の中ボスの後の、魔導士4体のところとかは、木がなくても、まあ、一回触れるんだけだったら、まあ、このセンサーを回避することができるという、まあ、メリットもあるわけよ。まあ、そこはいいよね、本当に。で、まあ、さっき言った、まあ、なぜ俺結構長い間紋章をつけずにやってたかっていうと、まあ、それは基本的に紋章が嫌いだからつけなかったのもあるんだけど、ボスの、その、ウサギ、あれに、まあ、ジョキンジョキンジョキン、ビューってなんか、レーダー飛ばすんだけど、そのレーダーが食らった後にもう最後バーって爆発もすんのよ。それ全部食らうと、極みだったら、ギリギリ残るぐらいかな。ギリギリ残るぐらい。その後、ウサギ触れたらもう死ぬんだけど、だからまあ、平面もつけれない。今回だから、過激もつけれない。これ、過激つけないのは、ただ、もったいないと思ったのもあるよ。もったいないと思ったのもあるんだけど、つけてしまうと、その、倒してしまうのよ。だから、強化ができない。これ以上。しちゃいけないのよ。で、なんか、打ち方としては、ボスに対して、いい感じに、おーっと、危ねえな。いい感じに弱点でずらして中心に向かって打つときにウサギにレーダーが当たらないように、レーザーがバーンと当たらないようにするわけ。そこがマジ難しい。だから、まあ、ボスに対しては1回ずつしか打てない、ね、SS は。2回目以降打つと。やられるから絶対に。で、本来は、このエリアで、まあ、SS ダメをするわけね。で、今回は、運極ボーナス出たから。で、基本的に運極ボーナスが出たときは、だいたい、普通のプレイで、ボーナスじゃなく、溜まるかなって時までは使わねえ。運極ボーナスはもう完璧なら運勝ちになっちまうから。まあ、出ても、溜まるとこまでは、待つぜ。さあ、これで、
まあ、ここ結構難しいのが、本当にウサギを倒してしまうってところなんだよね、これ。まあ、でも今回は全然余裕あるからよかったんだけど。あ、いけない。いけない。いけないのかよ。うわー、ちょっと、もったいねえことしたな、これは。あの3番目のやつが、下見だからよかったんだけど。さあ、これは、絶対突破するぜ。これ、あるある、木に当たらねえ。おい、よかった、よくあるよな、これ。木に当たらねえやつ。僕、すごい暴れたのに、ここ木に当たらんことない。で、ここで、SS は使いたくないんだけど、まあ、万が一の場合は使わなきゃならないかもしれない。で、この SS 雑魚処理もできるから、そこはめちゃくちゃ優秀、全然食らわないけど。で、次が、ドイツ、ドイツ？こいつか。聖騎士と魔導士で入るぜ。オッケー、ちょっと、マジで、これは痛いよ。嘘。うまあ、ここで倒すからいいや。あ、いった！やばいね。やばいね。メンタルやられてるわ。で、AT フィールドあるから、あの、右の魔導士と聖騎士のハマりに行って、レーダーも1回までは耐えれる。さあ、行ってこい！ちょっとマジで、おい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 。やばい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 、やばい。あの二人、全然、倒せてね。うわぁ、これ爆発届く SS ね。聖騎士。危ないな、これは。でも使うしかねえか。一匹ぐらいいいかな、これ。これ一旦も危ねえもんな。俺、これエティフないもんな。マジかよ。ぶちかばっせ。おら、おら、スターフィンガーオーラーおおやばいね。あ、でもこれ入れるか。あ、こいついたわ。全然いけるじゃねえか、おい。全然いけるわ、おい。SS 撃った意味な。なんで俺 SS 撃ったんだ、これ。普通にいけるじゃねえか。うわ、もう、判断力さえ、これ、低下してるわ。で、あとは、残りターン以内に削っていくと、オッケー！まあ、一匹下にいるから、まあ大丈夫かな。あ、二匹もいた。どう？ああ！忘れていた！そうか。上に行くのか、これ。デスステップの後は。マジでおかしいだろ、これは。よし、オッケー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 。オッケー。お！あ、四番目。完璧な場所にいるじゃねえか、あれ。何番目ずらすから、こういっか。オッケー！いい感じの、ループは、ギリできなかった。で、次4番目のやつで、下入っていくと、これで完璧だろう。惜しい！惜しい！めちゃくちゃ惜しい。次即死か。いや、いけるいけるいける。さあ、次の休憩ポイントの魔導士なんだけど、まあ、入れ番したらほぼ負け決まるから、マジで怖い。でも、AT フィールドをうまく使えば、他のモンスターよりは楽に立ち回ることができるぜ。これギリいける？これ。無理だな。ハマってみるか。ちょっと無理そうだけど。うわぁ！おぉおい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 はちょっとマジかよ。わかった！逆に AT フィールドの凄さ見せてやろうじゃねえか。オッケー！な、あ！おぉ、やばい。やばい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 。でも大丈夫。大丈夫大丈夫。AT フィールドのだけで一発までは耐えれる。いけるはず。オッケー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 。おい、マジで？マジか。そんな試練与えなくていいかな。ここまで来るの結構大変なんだぜ、本当に。どっち倒すべきこれ。一発は耐えれるから、ここ行くべきか。当たるこれ、ウィンドンに。行くしかねえよな。あっ、あっ、あっ、おい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 おこのパワーちょっと、ふざけんじゃねえ。これいけるだろ、さすがに。おい、ここ、もうなんかラスボスみたいになってるけど。おい。いや、こいつでは無理よ、これは。
とりあえずずらすの。オッケー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 。じゃあこれもういく、これハマれるこれ。いやよく言ったなおい、よく言ったわ。いや無理だろこれ本来。よく言ったわ。うわちょっともうここで体力全部使い果たしたわ。よっしゃボス戦やっていこうぜ。いやまあ面白かったけど、あーこれとりあえず聖騎士は優先して倒そう。オッケー。でまあ複数回ボスで SS 打てないから、とりあえず一発どっかで打つ。でこれハマって倒していくぜ。オッケー。おお。で、ここポイントとしたら、あの、魔導士のレーダー2回触れたら、まあ、ATB のある状態で触れたら、やられるから、普通に触れないように倒していくぜ。でも意外と魔導士とボスの間の弱点来た時に、ハマっていくとダメージ稼げるから、そこもハマっていったけど、やっぱ危険。そして次は、やべえ、十字レーザー来るから、これを回避していくぜ。さあ、これ強いね、AT フィールド。ありがとう、食らわねえぜ。だが、おっとレーザーもかわした。さあ次はお待ちかねの SS 打っていくぜ。弱点のいいところ、さあぶちかませ、ぶちかます。おらおらスターフィンガー、おらほらこんな感じなのよこれ。このパワー、これ今あの紋章の単位からついてないやつだから、これウサギやべえだろ。だからちょっとでも強化したら極みつけてると倒してしまうのよ。で、いい感じに、一番目のやつが配置できてるから、ディスステップ食らわねえから、同じように、左の木の下に配置していくぜ。あー、ちょっと強い、ちょっと強い。うわまあ、オッケーオッケーオッケー。みたいなら全然耐えれるから、次が。うわちょっと待てよ。これで下くぐって回復していく。よし、オッケー、いい感じ、完璧、完璧。そこに行って欲しかった。狙ってないけどね。やった、4番目、あれでマッチ狙える。おお、すぐ行けないか。オッケーオッケー。え、これはマジでかいわ。あと4番目でマッチ狙うから。おお、え、なんかこれ、君ハマってんのね。適当に撃つしかない。ゲージ外さねえかな。あぶねえ、ウサギ倒すからこれ確実に。これは4番目で抜けれることはもう確定したな。少しでもダメージを稼いでおく。ねえこれもう一発 SS 打ったらウサギやられるから、本当にマッチ狙って倒していくしかねえもんな。これ邪魔すぎ。さっき助けてもらったのに。こっちに行くのがいいか。おお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 。さあ、これで、あ、弱点ラッキー。これで決めていくぜ。あ、ちょっとずれ、あー、マジで。ちょっと。やばい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 。ええ SS だらけだねこれ。あ、でもいけるよなこれ。ウサギ逃げてよ。3発目のレーザー。3発目のレーザー逃げてよ、ウサギ。頼むよ。頼むよ、逃げてよ。3発目逃げてよ、ギリギリで。さあ、行ってこい。ぶちかます。おら、おら、スター、逃げろ、逃げろ、リンガー、おら。いや、マジギリギリで逃げたわ。まあ、でもあれ多分倒しても、倒したことになってないと思う。いや、マジで笑わせんな、今。あんなギリギリで逃げる。しかも、ウサギ逃げろって初めてだわ。仲間じゃないのに。散々、今まで、やられてきたのに。ちょっとこれ、右の聖騎士倒すわ。こんな感じで。こいつがマジ鬱陶しいのよ、本当に。
これ、あの下の聖騎士倒すし、おやった、ガイド。100% 倒せる。さあ、オッケー、いい感じ。で、クロネイ、AT フィールド、ありがとう。で、こいつは、しっかり倒していくぜ。で、すごく運がいいことに4番目のやつがあそこに引っかかってるから、これ、右に行って、弱点についてダメージを出していくぜ。で、1回ぐらいこうやって削りをいっぱいやっておかないと、SS 一発抜けれないから、おし、入れ番、今入れ番しそうだったな。このパワーでも、シールドが強い。さっきのよく入れ番するよ、あれは、本当に。あ、割れたか。全員割れたな、今ので。割れたから、右の魔導士倒せねえから、まあ、適当に打つは適当に。やることない。で、次のやつで SS 打てるけど、弱点が上か、下切れてたら SS 打つ。うわ、来たか来たかこれ、まあ、打つとは言ったけど、このシンプルな壁1触れ弱点って結構難しいよな。ちょっとずれたら、これ死ぬもん。魔導士のレーダーで。で、ここ体力はボスにだけ低いから、しかも極みだからこれ紋章対比たり、結構出たように見えるよ、SS の威力が。そんじゃ、行ってこい頼んだ。ぶちかます。おらおらスターフィンガーおらこのパワー俺、デクの SS 打ったこれ。デクこれ。もうデク使ってるぐらいの気分になったってけど、これ弱点つけるか、おい弱点つけるか、おい。これ緑っぽいしね。緑や、でないね、これは。これつけるかな。よっしゃー怖え、マジで。よし、今までのチャレンジの中でラスゲに SS を残したことは一回もなかった。そして4番目が聖騎士と合体、ありがとう、サンキュー。これは確定倒せる。抜けんなよ。その後、左下の聖騎士も倒していくぜ。で、まあ、おさらいなんだけど、3番目の人は、紋章ついてないから、対光の、まあ、威力ないんだけども、ちなみに、1番目のやつも紋章ついてんのに、対光ついてないから、全く意味がねえ。かわいそう、寂しい。ただ紋章ついてるだけ。ひどくない、マジで。もう、つけ忘れてんだよな、これが。で、これ見て、AT フィールドの力見せてやろうじゃねえか。これで AT ビルドのおかげで食らわずに魔導士を倒したってわけ。これがいいのよね、本当に。そして配置できた、マッチの位置。そしてこっちも倒していくぜ。 OK。 そっか、紋章があればいけたか。危ねえ。しかも砂時計あるじゃないか。砂時計あるじゃないか。これ意味ないんだけどな、全く。これ、ギリいけるかな。おー、無理か、無理だった。まあいい。まあ、オッケー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 。しかも、配置完了、ありがとう、サンキュー。上に行ったことによって、入れるわけね、上にゴゴゴって。することがない。上のあいつらずらすわけにはいかねえ。横勘でもしとった。さあ、次のデスステップ全く意味がねえから、まあ、ゆっくりしとこうぜ。やった、弱点きた。あー、もうちょっと角度、緩やかにすりゃよかった。興奮した。いや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 、オッケー、あれ。ここって結構食らわなかったけど、食らったし、マジで。しかもみんな降りてきた。おいおいおい。みんな降りてくんのかよ、マジか。ちょっとこれもやばいぜ。SS 打ってるチャンスと思ったのに、これ下のやつずれても絶対に当たるよな。十字レーザー2人ギリ耐える。いや、怒りモードもこれ上がるよね。無理だわ。縦勘で右って次に備える。もう一周あるから、次ラスト打てるから。こいつは剣取って、ここは準備よ。なんとシールド出るんかい。まあ、でも絶対今は打たない方がいい。これでどれだけ削れる。よし、これはでかい、これはでかいぜ。そしてこの SS を弱点に当てれるか、それにかかってる。絶対上
おい。やばい。いや、めちゃくちゃ考えた。これ耐えるね。反撃モードギリ耐える。回復して、弱点に当たるかって話なのよ。これで回復もしつつ、弱点に行けるかな？行かないとやばい。削り切れねえ、弱点触れなきゃ。行ってこい！ぶちかばっす。ああ！おら！おら！スター！フィンガー！おら！あ、いや、でも3番目に確か剣持ってる。あ、剣持ってるのか。ならいけるか。この削りにもかかってる。よっしゃ！あ、しかもウサギってやられるから即死。来ねえか、これ。よし！じゃあ、来た、来た、いける！ぶちかばっす。裁くのは、俺のエッセンスだ！よっしゃー！デク並みの安心感。オベロン並みではないけど。よかったお試しあれ。いいからそこに並べ。俺が焼き寄せてやるからよ。夜勤がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。泣き言って仕方ねえ。